あのシーカーピードアジトの方に飛んでったよ。ここまで来たの久しぶり。ゲルトニウム工場まで酸性沼がずっと続くんだよね。あの虫は酸性沼を走れるみたいっすね。そうだからあのスピードルに乗るの。まずは捕まえないとだけどね。おお、前見た時はこんなのなかったのに。ああ、マダムがロンバックスのフレンドグループに追加してあげたからザーマース。それはどうも。戦いにはパーティーが欠かせない。キノコなのに憎き敵をやっつけながらその場の空気も盛り上げる。ミスターパーダイ、ホイッと放り投げればたちまち大暴れしてみんなの注目を集めてしまう。そう、やつは生まれながらのパーティーキノコ。みんなで取り殴れ。入荷したてのスプリンクラーはいかがざます。ガーデニング好きのあなたにぴったりざますよ。あ、晴れた日は心もポッカポカ。グリーンスプリンクラーで生きたまま植物にしてやろうか。スプリンクラーの水が敵を無防備で刈り込みやすい生け垣に変える。エンドレスなビームはいかがざます。ネガトロンコライダーがあれば邪魔者は何でもかんでも粉々。伝説の武器、強大なエネルギーゆえにボタンを押せばたったの一撃で敵が消し飛ぶという、その名はネガトロンコライダー。だー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 。敵をすべて消し去るも行く手の敵を掃除するも自由。悪を打ち払うパワーをあなただけの手に。それお買い得、お目が高いざますね。落とさないように気をつけるざますよ。このアップグレードでパワーアップするザマスよ。もうアップグレード済みザマス。おほほ。
事な腕前だったっすよ。よく思いつくね。メイナード、モルトのヘルプボットだ。裂け目に迷い込んじゃったんだね。スピートルス、あ、隠れないで。もうそうたく追ってみよう。
の沼を乗り越えるっす。レイナード、ボルトを探して。次元飛んでまでロンバックスとリュック野郎を追ってきてんだ。わかるか丸っこいの。だから9秒中以内に奴の場所を吐けよな。リーチ。ちょっと待ってよ。やっぱりラジェットを探してるっす。信じてくれるっすか。はいはい、それどころじゃないの。ここにいるよ。ドクタ強いんだから。このおまぬけ軍団どっから来たの。きっと次元の裂け目を通ってきたっす。心配してたんだよ。でも逆に助けられちゃったね。待って、他のみんなは。その何人かはあの中に閉じ込められちゃって、なんだか知らないけどどんどん大きくなっててさ。それに加えてあのお客さんでしょ、参っちゃったね。そっちは任せといて。お、そういえばこれ見つけたよ。ズーキーズでね。これでモルトのシップ修理できるでしょ。ズーキーズ？また海賊にちょっかい出されたのかい。まあちょびっとね。これはあのぐちゃぐちゃからモルトを助けたら渡してあげな。
粋的にはこれざます。リッ、リコシェットか。ゴミクズみたいな敵にはとりあえずトリガー引いとけ。あれおかしいぞ、なんと近くの敵にも弾が跳ね返ったぞ。おかしいな。そうしたらそいつらもう一度撃つんだ。もう一度、もう一度、ババ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 、ピピピ。いつでもやるざますよ。じゃあアジト行くよ。なんとか橋を下ろさないと。知らない？実は僕もなの。仮説では次元の合間の空間で無害かもしれないし、銀河をぐっちゃぐちゃのぺっちゃんこにしちゃう無秩序の塊かもしれない。いずれわかるわ。それは大変っす。私はクランクっす。できることはないっすか？ああそう、クランク。僕は次元間2255区フェーズオメガ担当の全能なる宇宙予言者、ゲイリーって呼んでね。クランク見っけ、元オーボットロンバックスと組んでヒーローになるお利口さん。おお、パパンのお友達。そうなの。あなたのパパン？もしや待ちに待った助っ人かしら。あなた僕と一緒に次元を救わない？次元の直し方を知ってるすか？それにあの私のコピーたちは何すか？あの子たちはポシブルよ。アノマリーを直す鍵、とりあえず近くのスフィアを取ってみて。それはリフトスフィア、触れたものの重力を減らす代物よ。あなたのポシブルのおかげでアノマリーが崩壊せずに済んでるみたい。あの子たちはあなたの次元に対するイメージを形にしたもの。でもご覧なさい、迷子になってるわ。この先のメタターミナルに連れて行けばアノマリーの修理が始められるわよ。それじゃメタターミナルに入って、次元の歪みを直す旅第一段階クリアね。
んだかようやく意味が分かってきた気がするっす。メタ次元的な意味っすけど。あ、スピードスフィアね。これで進めるはず。スピードがあればあのバリアを壊せそうっすよ。ケイリーもハルガッツに住んでるんですか？じゃなくてサバリーね。アーカイブスを研究してるの。あそこってばまさに次元の知識の宝庫なのよ。装置でポシブルの向きを変えられそうっす。なんとか起動できないっすかね。加えればポシブルが向こう側に行けるっすかね。スピードを加えればポシブルが向こう側に行けるっすかね。
が湧いたっす。パズルを解くと何かが身についていく気がする。でもその正体がわからないっす。時が来ればちゃんとわかる。さあほら、ポシブルを最後のメタターミナルに連れてって。脅かすつもりはないけど、あなたにかかってるのよ。責任重大。アノマリーを直したら、この次元へのダメージも全て修復されるっすか？まさか。どんどこ広がってるから無理よ。このままじゃ次元の歪みは絶対起こるわ。根本の原因を止めない限りはね。イメンジョネーターっすか？それそれ。でもアノマリーを修復することで次元のお勉強ができるなら、すぐに銀河を救う方法が見つかるはずよ。きっとね。私はアノマリーを全て直せるっすかね。自信ないの？私がヒーローだったのは昔のことっす。それに次元がこうなった原因を考えると不安しかないっす。プレッシャーを感じたらって。僕は毎日プレッシャーだらけだけど焦らずできることを一個ずつやるのがベストよ。目の前のことにフォーカース。横やり入れて悪いんだけど、スピア探しはまだ終わってないんじゃないの？直したのね。次元の歪みの阻止にまた一歩近づいちゃったわ。モルトに言ったんや。モルトが来る前にレモネード拡散とって。すごい、助けてくれたんだ。でもどうやって？それは
よくわからないっす。リベット、元気だったかい？見ての通りよ。今日ほんとついてなくてさ、ネファリースシティで思いっきりしくじるわ、シップも壊すわで。シップのことはこのモルトに任せときな。ま、頼んだパーツがあればだけど、ん？新品同様にしてあげっからね。橋を下ろしたらアジトはすぐなんだけど。アジトで何するっす？それはお楽しみ。